西日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道和歌山支社写真は、和歌山支社の、旧社屋西日本旅客鉄道和歌山支社は、和歌山県和歌山市吉田にある、西日本旅客鉄道の支社の一つである。日本国有鉄道時代の天王寺鉄道管理局の一部に、相当する。和歌山県全域と大阪府南部、及び、奈良県五条市のごく一部を管轄している。 JR 西日本では投資者が管轄するエリアを和歌山南紀エリアと定義している。JR 西日本では営業キロ上での支社境界を駅で区切っているため街頭停車場を境界駅として扱う。和歌山支社が管轄する路線は次の通り。JR 西日本では主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅としている。 和歌山市社管内の管理駅と管轄範囲は次の通り。2010年までに管内の鉄道部はなくなった。和歌山市社管内には車両が所属する車両基地は設けられていない。かつて和歌山市社には新和歌山車両センターが設けられていたが2008年8月1日に当時の大阪市社に移管され、現在は 近畿統括本部の水田総合車両所、姫野市所属となっている。なお、五坊駅、木田辺駅、白浜駅、新宮駅構内に、電流線がある。以下は2010年6月以降のもの。都市間輸送については、帰省本線と並行している、半和自動車道の通行台数の急激な増加や、白浜町、田辺市和歌山、大阪、 京都間の高速バス及び、和歌山、大阪、名古屋方面からのホテル宿泊専用送迎バスなど、対抗輸送機関の影響で、減少傾向にある。集客施策として、特別企画乗車券などがあるが、商品によっては2名以上での利用、乗車日の7日前までに購入、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間中は利用設定除外日などの制約がある。 朝夕の通勤時間帯の白浜駅、北鍋駅和歌山駅間は、通勤者の増加により、特急列車の自由席が満席になることもある。地域輸送に着目すると、規制本線は、沿線の少子高齢化で通学、通勤客が減少し、和歌山駅五房駅間は、毎時日本の普通が、車掌乗務で運転されているものの、五房駅北鍋駅間は、 日中毎時1本でワンマン運転、木田鍋駅新宮駅間は平均2時間に1本程度のワンマン運転を行っている。和歌山線については全列車ワンマン運転を行っており、岩出市の人口増加に伴い、岩出駅の乗降客数が増加傾向にあり、和歌山駅小川駅間は毎時2本で運行しているものの、木の国線同様、少子高齢化で通学。 通勤客が減少し、小川駅橋本駅間は、毎時一本で運行している。また、無人駅が多く、運賃保抜けや、すでに使用した、回数券の使い回しが多発し、通勤、通学時間帯を中心に、車内や、かつては、橋本駅南海線乗り換え口で特別改札が、随時行われていた。現在、同駅では、古戦橋が完成し、JR、 南海の改札が分離され、車内での特別改札に特化されている。半和線のひねの和歌山間でも近年では、本数が減少傾向であり、2011年3月の改正で、奇襲時快速が、同区間が各駅停車になり、半和線を全区間運行する普通は日中を中心に大幅に削減された。また、泉砂川駅の通勤客の増加により、 同駅の特急列車の停車本数が増えている。2009年2月、和歌山市社は JR 西日本グループの建設会社に委託して、規制本線の線路沿いに落石防止ネットの設置工事を行っていたが、その際、和歌山県すさみ町内に存在する世界遺産、熊野古道にある江戸時代に作られたと見られる石垣を、 工事用モノレールの設置の際に破損していたことが発覚した。和歌山支社がすさみ町教育委員会に対し届け出を行わず無断で工事を行っていたことも判明している。ありがとうございます。